ジョゼフ・イクポチコアズル予防は、ナイジェリア科の出身のナイジェリア代表のサッカー選手。ポジションは、MF、DF。1996年、ナイジェリアのサッカークラブミシュランポートハーコートのユースチームに加入。ゲンクルー・アレクサンドラ所属のジョージ・アビーと共に成長した。二人は大の親友である。1998年に、 ベルギーの強豪スタンダールリエージュへ移籍。トップチームデビューは2000年。3年間在籍し、46試合に出場しに得点を挙げている。2001年には、フランスのオリンピックマルセイユへ移籍を果たしたが、デビューして、すぐに、スペインの CD、テネリフェへローンで放出される。しかし、テネリフェでは9ヶ月間在籍したが1試合も出場することはなかった。 2002年にアーセナル、ユベントスなどからオファーを受けるも、それらを断り7月7日に、ローンデイ・バートンへ移籍。モイーズ政権で最初の移籍選手となった。また、当初はイングランドに移籍する気はなかったが、マックルズフィールドでプレー経験のある、ジョージアビーに相談し、彼の助言のおかげで移籍することができたと後に、語っている。モイーズは、予防のパフォーマンスに協談し、 即座に完全移籍のオファーを提示。長期間にわたる交渉の末、2003年5月22日におよそ5ポンドメートルをマルセイユに支払い完全移籍を果たした。2003から04シーズンには、エバートンの年間最優秀若手選手賞を受賞。2006年7月22日、5年間の大型契約を結んだ。2006から07シーズンは、 リーグ戦全試合に出場。UEFA カップ出場権獲得に貢献した。2007から08シーズンの UEFA カップ対、アエル・ラリッサにおいては、フィリップン・レビルの不在もあり、チームキャプテンを務めることになった。クラブ創設130年余りの歴史の中で、アフリカ人選手がエバートンのキャプテンマークを巻いたのは、予防が初めてである。2009年5月22日、 エバートンとの5年契約にサインした。しかし、エバートンでは、同時期に加入したシルバンディスタントイオニーハイティン派、さらにはフィルジャギエルカの前に、なかなか出番に恵まれず、2010年8月31日、トルコのフェネルバフチェへレンタル移籍。2年間のレンタル移籍を経て、2012年8月4日に250万ユーロで、フェネルバフチェへ完全移籍した。 2014年1月30日、ノリジシティ FC にレンタル移籍し、3年半ぶりにプレミアに復帰した。2002年のアフリカネーションズカップでは、全6試合に出場。準決勝でセネガルに敗れるも、3位決定戦ではマリー代表に1の0で勝利した。また、日韓 W 杯でも全試合出場を果たしたが、死のグループと言われた F 組のくじを引いたことにも、 影響され、ナイジェリアは、グループリーグで敗退した。2007年、ナイジェリアの恵まれない子供たちを支援すべくヨゼフヨボチャリティファンデーションを設立した。村の子供たちが通う小さな学校から大学に、至るまで、およそ300校以上のスクールに、奨学金を寄付した。また、アヤックスケープタウンに FC に倣って設立された、エバートン・ラゴス FC と連携し、 ナイジェリアのオゴニ地区にフットボールキャンプを開いた。2008年7月5日、ポートハーコートで弟のノルム予防が武装集団に誘拐された。彼らは身の白金を要求してきたが、結局12日後の17日に無事解放された。この間エバートンのビルケンライト会長は、予防に我々は家族だ。苦しい時は私に何でも言いなさい。と言葉をかけた。 その後も毎日予防のもとを訪ねて相談に乗っていた。このことに予防は大変感謝し恩返しにさらなる飛躍を誓う胸のコメントを出している。ありがとうございます。